はい、どうもこんにちは、けんゆうです。本日はですね、ディライトファームの松田達夫さんのコーヒー農園に遊びに来ました。松田達夫さんです。よろしくお願いします。沖縄県うるま市でコーヒーの木を中心に熱帯果樹や野菜を栽培しています。松田達夫です。よろしくお願いします。モロパクリしました。実はですね、達夫さんは、僕のオンラインサロンに入っていただいて、自然栽培とかですね、こういう自然的な、取り組みで果樹の、栽培をされております。果樹の栽培方法とかですね、いろいろ質問して、農園も案内していただいて、ぜひね見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが、初めて自分が開墾した畑ですね。約5年前に始めたんですけど。はい。あ、いえいえいえ、約5年前から作られてるということですね。はい、お、これキャッサバですか？はい。おお、珍しい。まあでも、はい。オクラが。そう。なんかケイユーさんに見られるのちょっと恥ずかしいですけど。いやいやいや。わあ、すごい。わあ、めちゃくちゃ広大な。何坪くらいですか、ここは？その大きくなくてですね、はい、この囲われてる部分で200坪ぐらいで、はいはい、150本ぐらいなんですね、小さいのも入れて、はいはい、それでまあここの品種はブルボン種っていうんですよ。ブルボン種、はい、はい、でこっちはティピカっていうんですけど、ティピカ、はい、はい、で以前は知識がほとんどなくてですね、はい、同じようにこう扱ってたんですけど、はい、最近はやっぱりこう木の特性が分かってきて、はい、こう剪定もはい、だいぶ違った形でやった方がいいなっていうのが分かってきたので、はいはい、見ると分かるんですけど、あれ下の方も思いっきり間引き剪定して、はい、上はもうこちらです。放任というかはい、管理しきれないほどその種子の後の種子の後がもうバンバン出て管理しきれないんですよ。だからこう下はもう思いっきりこう間引き剪定して、あとは放任する方が楽だなと思って。これ実は他の生産者さんの見てちょっと真似してるんですけど。そうなんですね。でここはすっきりさせて、そうそれはでこっちがそのブルボン種っていうやつで、はい、あんまりこう種子の後の、はい、種子ぐらいは出て、その後がそんなにこうバンバン出るわけじゃないので管理しやすいんですよね。はい、で下の方からやって、はい、ちょっと剪定の仕方が違う感じなんですけど。はあはあはあ、はい、ブルボン種とティピカ種っていうのはアラビカの系統の品種ですよね。はい、コーヒーって大きく分けて品種が2つあるんですか？そこら辺も少し教えていただいて。そうですね、はい、アラビカが高品質とされてて、はい、で、カネフォラ種っていうのがあるんですけど、それはインスタントコーヒーの方に回ったりするんですけど、はいはいはい、でも実は細かく言うともうちょっとあるんですけど、はい、かなりマニアックになってくるので、はい、あ、すごい。うわっ、すんごい。的には葉っぱの数も足りてるかなとは思ってるんですけど、はい、羊羹比的に、はい、うわ、立派ですね。すごいな。達夫さん、コーヒーの栽培のその時期的な管理とか、はい、その時期的なコーヒーがどういった状況になっていくのかっていうのを少しお伝えしてもらってもいいですか？あ、そうですね。実はまだまだ自分もわからないことが多いんですけど、もし私の認識がちょっと違うと思ったらぜひ言ってください。あ、ぜひ、はい、すみません、僕でよければ。自分もまだまだ学びたいので、はい、で、まずですね、はい、コーヒーの木こう見てると結果開始年齢は2、3年で始まるんですね。端からですね。はい。で、早いですね。早いんですよ、意外と。まあでも2年目っていうのはポツポツとつくぐらいで、はい、まあ3年だと自分は言うんですけど、うんうん、でその結果開始後のその生花期はそんなに長くないんですよ、実は。ただ少量つくんであればまあ長い年数いってもいいんですけど、はい、そんな10年とか20年とかこう取れるっていうことは世界の産地でもやってないですね。はい、コロンビアなんか5年でカットバックって言い方するんですけど強剪定して、向こう広大なエリア持ってるので、はい、こうエリア分けして、うんうん、強剪定やったエリアをもう翌年は触らない、人手をかけないわけですよ、はい、だからそういうこうなんていうんだろう、経営的な面でじゅんぐりじゅんぐりこう強剪定をエリアごとにやっていくんですよ、はいはい、だからその5年で強剪定って聞くと、はい、ほら他の果樹で聞くと早すぎるんじゃないかと思うじゃないですか。確かにそうですね、はい、ちっちゃいのこれからなんじゃないかと思うんですけど、はい、まあ、そういうスタイルでやってるところもあるので、はい、ちょっと他の果樹と違う部分も多いかなと思いますね。はあはあ、そうなんですね。5年ということはこの達夫さんの圃場もそろそろ5年っていうか今5年ぐらいです。そうですね。でも彼らと同じことはできないんです、実は。沖縄とコロンビア、そうですね。まず規模が違ってて、例えばその限られた人数で収益を上げるための本気のこのビジネスのスタイルとしてやってるので、はい、沖縄だとその台風でやられてこうバランスが取れなかったり、こうみんな同じように育つわけでもないし、はい、あと品種も今までここなんかもうバラバラなんですよ。はいはい、何も分かんないでこう植えてたっていうのもあって、はい、そうですね、品種ももうたくさんあるんですよね。アラビカでその、まあ、さっきブルボンだ、はい、ティピカだって言ったんですけど、はい、細かいこと言うとたくさんあるんですよ。はいはい、なのでその辺はもうちょっとはい、学んで狙っていきたいですね。はいはい、200種類くらいありますか、もっとありますか。実はですね、はい、2017年に一番東京の方でコーヒーの、はい、大きなイベントがあって、そこ行って、はい、エチオピアの生産者の方のセミナーを受けてたんですね。はいはい、その時に3000種だって言ってたんですよ。ところが、はい、2年後に、はい、6000種だって言ってたんですよ。だから専門家でも実ははっきりしたとこわからないと思いますよ。そうなんですね。あ、じゃあそこまで多様な種というかいろんな種が出てきていたり、追い切れない部分があるっていうことなんですね。そうですね。まあ大体未生でやってるので、はい、ほら未生だと、うん、要するにこの同じく継がない、もう変わっちゃうというか、そういうことだと思うんですね、はいはい、おそらく。そうなんですね。うわ、すごいですね。6000種と言われてるほどかなり品種がそうなんですよ。いろいろあるっていうことですね。はい、なるほどですね。コーヒーの木ってその花が咲く時期とか、今実がついて緑色の実がついてますけれども、まあ、これから収穫まで大体どのような時期になりますか。はい、大体11月頃から、はいはい、色が変わり始めて、この実がですね。そうですね。はい、まあこれは黄色くなるタイプなんですね。はい、で黄色くなるタイプと赤くなるタイプがあって、はい、でまあ、熟度をしっかり見極めながらこう取っていくってことなんですけど、はい、一つコーヒー農家として、何て言うんだろう、ちょっとした苦労というか、はい、一気に熟さないので、あ、はい、その一気に取れないので、こう収穫時期長いんですよ。なるほどですね。はい、ポツポツとそこをこう見極めて熟したものを取って、はい、またそこが僕は面白いんですけど、はい、収穫してすぐ売り物ではなくて、はい、その時まだ長いんですよ。で、これ果肉が熟した時ってすごい糖度乗って甘いんですね。はいはいはい、後で写真見せるんですけど、糖度計で20を超えたりすることもあるんです。はい、でそこ糖度がそうですね。入ってますね。うん、その糖度を利用してこう発酵させることによって、うん、コーヒーの品質を高めたりっていうことをするんですけど、うん、はい、でその発酵が終わったら今度はドライイングっつって、うん、水分値をまあ 12% ぐらいまで下げて、はい、その後に最終的に殻むいて、はい、コーヒー屋さんに焼いてもらうっていうのがまあコーヒーの流れなんですね。あ、そうなんですね。はいはいはい。だから収穫後も、収穫が終わりではなくて収穫がまだ道半ばなんです。はい、あ、届けるまでに、飲むまでにっていうことですね。確かにまあ焙煎とか、はい、ありますもんね。はあはあ。わ、コーヒーの実ってコーヒーチェリー、私たちはこう果肉をあんまり食べないじゃないですか。本当はめちゃくちゃ美味しいんですよね。それがあまり知られてない事実というか、はい、コーヒー飲むものだと思ってますけど、あれは豆の部分で、はい、それはもう栽培者さんの特権というか、そうですね。はい、美味しいんですよ。美味しいですよね。僕もまだ食べたことなくて気になっております。花が咲くのはどのぐらいの時期に咲き始めますか。2月の終わり頃に咲いて、うんうん、例年より1ヶ月以上早かったなっていう。あ、そうなんですね。春前に咲くっていう流れなんですね。そうですね。今年去年みんな早い早いって言ってて、はい、自分も早いなと思ってたんですけど、はい、はあはあ、この種は自家受粉ですか？はい、自家受粉です。なるほどですね。はあはあ、コーヒーにもこの自家受粉とその多価受粉のっていうのはありますか？はい、そうですね。さっきおっしゃってたカネフォラ、はい、まあロブスターっていう言い方の方が皆さんご存知だと思うんですけど、それは多価受粉で。なるほどですね。結構木の勢いはたくましくてですね。でもなんていうんだろう、良質な産質が得られないということでアラビカ種の方が好まれてるんですけど、生物学上はおそらく沖縄にはロブスターの方が適してると思われるんですよ。おそらく、まあ自分まだ経験ないので断言はできないんですけど、低地の産地でガンガン作ってるベトナムなんか世界で第2位の生産量あるんですけど、向こうはほとんどロブスターやってるので。ああ、ロブスター種の。は、まあ、確かに僕も栽培経験がないのであまりわからないですけれども、そのロブスタ種っていうのが病気とかにも強くてすごく栽培しやすいという、その分その安価でインスタントコーヒーとかに使われる豆っていう風な認識がありますね。そうですね。でこういったアラビカ種っていうのは、まあ、カフェで提供するようなすごく美味しい風味のあってコクもあってかなり美味しい種だということが、はい、あります。でちょっと病気に弱い側面もあるんですよね、ロブスターに比べると。そうですね。まあ、沖縄じゃそのコーヒーベリーボーラーっていうこの、はい、みんなが怖がってる害虫まだいないですし、コーヒーベリーボーラーっていう害虫が、はい、いるんですね。小さなこう針で刺したよりもうちょっと大きいぐらいの穴がこうミニポツポツ開いてるんですよ、はい、見たら、はい、あれはもう本当に恐ろしい害虫で、まあ、県内にはまだそういった事例はないし、あとサビ病って言って歴史上コーヒーの産地を壊滅させた恐ろしい病気と言われてるのがあって、あれ空気感染でこう四方から入っていっちゃうんですよね。あれはあれもないです。はい、あ、まだサビ病は報告されてもないっていうことですね。ああ、なるほどですね。確かになんか前回記事でサビ病でなんか1回こう全滅の危機にあった国がどこかあるっていうふうに見たことがあります。はい、うろ覚えですけど。なんかバナナとかもなんかそんな話されてましたよね。はい、そうですね。バナナもパナマ病と言われる病気で1回1950年くらいにこう壊滅的ダメージが起こったんですけど、新しい品種が出てきてキャベンディッシュって今スーパーで食べてるやつですけど、あれでこうなんとか持ち直している状況ですけど、まあそうですね、一気にガッと広がりますよね。うん、カビが原因でこうガッと広がりやすい病気があるんですけれども、品種によってこう、はい、体勢強いのと弱いのがあるっていうのがあると、やっぱりこうどうしてもこう農家としてると魅力的に感じてしまうんですけど、やっぱりこうクオリティのことを考えるとどうしてもこう、はい、アラビカにこだわりたいところもありますし。そうですよね。はい、手に入らないっていうのもあるんですけど、簡単に手に入らないんですよね。あ、このアラビカ種。いろんな品種をね、そうやりたいんですけど、やっぱりそのさっき言ったコーヒーベリーボーラーのことを考えると、簡単に持ってくるっていうのがこうすごく責任重大だし、あと世界の産地の方とつながりを持つというのはなかなか難しいので。はいはい。あ、そうなんですね。はい。コーヒーの栽培の気候的な条件とか、まあ、最適な温度帯っていうのは大体どのくらいですか？はい、はい、15度から25度って言われてて、はい、やっぱり合ってるなって思いますね。真夏は成長遅いですし、はい、真冬もかなり遅いですし、はい、春秋にこうぐんと伸びる時期にこう見ると、やっぱ楽しいですね。雨量とかこう、はい、気温とか、そういう日照時間とか合うとこう早いと嬉しいじゃないですか。はい、確かにそうですね。はい。あ、15度から25度っていうことはそんなに暑すぎてもダメっていう作物なんですね。はあはあはあ。なんかコーヒーって意外とその熱帯国がから出てきてるイメージがあるので、ガンガン暑い方がいいのかなって思ったんですけど、そうではないんですね。そうですね。なんていうんだろう、赤道直下の国とはいえ、はい、標高高いので、はいはい、暑すぎないんですよ。はあはあ。夜中は涼しくて、はい、日中はその気温そんな上がらないけど、こうやっぱ赤道直下なのでこう、はい、あったかいって言っていいのか暑いって言っていいのか、はい、まあそういう涼しい気候というか。なるほどですね。その赤道のコーヒーが栽培できるその地帯みたいなやつがありますよね。はい、コーヒーベルト。コーヒーベルトですね。あの辺すごく暑いんですけど、やっぱ標高が高いっていうのは高いですね。確かに山の名前とかついてますもんね。コーヒーのブルーマウンテンとか、はい、キリマンジャロとか、はい、いろんな名前が。石川だけってつけたいですよね。そうですね。あのキリマンジャロとかっていうのはその栽培された山の場所で栽培されたので、そういった名前がついてるんですよね。そうですね。そしたらこの辺の山の名前つけていいかもしれないですね。ブランドというか、はい、この日よけですか、はい、これはコーヒー栽培には必須なんですか？そうですね、実はこの補助見つかった時にこの、はい、向こう西なんですけど、はい、西日が早く隠れる、これ高速なんですよ。あ、はい、あ、こっちですね。はい、こう西日が早く隠れるからいいなと思って、で、なのでこうなるべくこっち寄りで、はい、ネットかけて、はい、向こう側から影伸びてくるので、はい、まあ全部かけるとこうコスト的にも労力的にも大変なので、これぐらいでいいかなっていうこうやってるんですよ。で、冬場は実はちょっと取ったりしたいんですけど、はい、実はまだ管理しきれてなくてですね、はい、この冬はちょっと取らなかったんですけども、はあはあ、コーヒーもその強い直射日光というよりも割とその遮光してあげて日を遮った方が生育としてはいいということなんですね。すごい。確かにこれ何パーセントぐらいカットになるんですか？これで、はい、65とか65とか。あ、なるほどですね。じゃ結構確かにこう暑くないですもんね、この下にいると。日陰っていう感じがします。はい、奥までちょっと行っていいですか？はい、ありがとうございます。あ、はい、ジョログモですね。結構自分クモの巣を邪魔にならなければそのままにしてるんですよ。いいですね。クモには感謝してるので。はい、確かにこういったクモはすごく農薬に敏感なので、農薬を使ってしまうと一気に数が減りますよね。あと、まあ、餌もいなくなるということですごく益虫ですね。最近カマキリを増えて嬉しいんですか？あ、そうなんですね。はい、うわ、すごいな。これは比較的優等生ですね。はい、なんていうんだろう、木の姿もバランス良かったし、成長も早かったし、はい、3年ですね。はい、なかなか立派に育ってくれて、来年が楽しみです。はいはい。で、こういう風に収穫ちょっとだけついてるんですけど、これ終わったら、はい、なんだ、変則主幹系ですか、はい、ここで止めて、大体この辺で止めて、はい、あとはそのこういうこの辺から出る亜種子を大事にして、これは再来年用とかってこう考えながら剪定して、やっていくんですけど、計画的に。そうですね。はあ、比較的ブルボンの方が管理しやすい気はしますね。こう剪定のことを考えると、あんまり木が暴れるともうやってられないんですよ。もう、はい、毎日触らなきゃいけないような感じがしてはい、なるほどですね。はは、あ、すごい。まあ主幹が1本未生でやってるので綺麗に上に伸びて、そこからこう四方にこう枝が出てくるっていう。そうですね。あ、すごい。で、幹の方に割と果実はつくんですか？ですね、これ、はい、初年度らしいつき方で、はい、で来年は、はい、ここから先につくんですよ。あ、そうなんですね。ここにつかないんです。なので、はいはい、こういった幹に近い方の亜種子を大事にして、はい、これを生かすわけですよ。もうこの辺からこの辺に出るとありがたいんですよ。はいはい。あんまり近いよりもちょっと離れたとこからこう、はい、なんて言ったらこの辺空いてるじゃないですか。はい、空いてるところに伸びるともうありがたいですよね。はい、あ、そうなんですね。あまり向こうに戻っていこうとするとやっぱり邪魔になるので、はい、取ったりしますけど、やっぱり向きも考えながら、はい、出る位置も考えながらちょっと選定します。はい、なるほどですね。あ、そしたらこれが当年の結果になって、はい、次年はここら辺につくっていうことは、この実のつき方でだいたいこの枝がどのくらいの年数経ってるのかっていうのもおおよそ見当がつくっていう。はい、おっしゃる通りで。すごい。で、はい、まあ沖縄台風とかあるので、はい、じゃあ再来年はここかとなると遠すぎるし、はい、管理大変だし、はい、そのやっぱり剪定でこうなるべくこう風の影響を受けないような姿にだとか、はい、その辺をこう1本ずつ見ながらこうやっぱりハサミ入れていかないとこう。まあ慣れるともっとバチバチやるんですけど、はい、やっぱ分かんないとこういろいろ考えながらやるんですよね。勉強になります。だいぶこれ初めて知りました。この実のつき方と枝の関係は、うわ貴重なものですね。あ、本当だ、下の方は割とこの辺から実がついてきて、ね、上は多分新しいので、はい、わあすごいな。コーヒーの木の葉っぱもなんか可愛いですね。うねうねしてて、ピカピカしてこう綺麗ですね。やっぱ観葉植物でも人気があったりするんですけど、ちょっと硬い感じもありますけど、新芽は柔らかいですね。そうですね。ほうほう。なんか皮感がすごいあります。結構自然の中で育てるという感じですね。調整栽培で草を敵視せずに。そうですね。実は理想としてはですね、はい、こういうのも本当はなるべく使いたくないんですよ。地形が守ってる畑が欲しくてですね、はい、最近、始めたところ借りたところがあるんですけど、はい、向こうはこうコーヒー向きというか、細長く南北にあって、はいはい、両脇がこう斜面なんですね、はいはい、なのでこう朝日もゆっくり入るし西日も早く隠れるんですよ、はい、で結構沖縄でもほら北風23日寒い時あるじゃないですか、はいはい、あれ結構やばいんですよ。あれ吹いたらもう葉っぱ全部落ちるのでいや、そうなんですね。そういうのも守られてると、はい、こういう労力と、はい、なんていうんだろう、初期投資が減るので、確かにコーヒー始める時にはこの圃場の立地条件、はいはい、地質っていうのは非常に、まあ他の作物も一緒だと思うんですけどね、うんうん、そうなんですね。圃場もすごい綺麗ですね。なんか雑草すごい管理が大変だと思いますけれどもめっちゃ綺麗ですね。ケインさん来るからちょっと頑張ったんですけどね、はい、すごいなんかこう完璧なその、はい、圃場というか、すごい一気にやっちゃうとまずいので、向こうまだ買ってないんですよ。バッタ今向こうに多分逃げてると思うんですよね。向こうまで買っちゃうとバッタどころいなくなるので、あ、そうですね、向こうはまだ買ってないんですけど、小さな木が埋もれそうになっちゃってるんですけど、この辺の草刈りのなんだろう、やり方の工夫っていうのもあるんですね。そうですね、やっぱりこう一気に全部やっちゃうとよろしくないですね。うん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 、確かにこの木っていうのは植え付けの時はやっぱりちょっと周りより高くするというか、まあ蔵付きの畝というか、こうなんかポコッとされるんですね。そうですね、はい、海外のコーヒー産地見るとですね、はい、結構斜面に利用して、はい、作業性大変じゃないかって思うぐらいの斜面で植えてる方もはい、動画とかで見てるといるんですけど、はい、実は肥料よりも大事なんじゃないかと自分は思っててですね、水はけを良くするっていうのは結構コーヒーの木には大切な要素だと思います。アボカドと似てますね。水はけのいい。根っこは割と浅い位置にあるんですか？そうですね。断面図で見るとこう三角みたいになっちゃうんですけど、はい、そんなに深くなく、まあ一応直根で入るんですけど、はい、そんなに深すぎず、はい、表面の方にこう、はい、わっと広がるような。なるほどですね。はあはあ。あ、確かに。で、水はけを重視して周りよりも高くするっていうことですね。そうですね。この植え付けの間隔も割と他の果樹に比べると狭いのかなっていう風な印象もありますけど、コーヒーの栽培って基本的にこうやった密植が推奨されてるんですか？沖縄だとやっぱり海外と同じに喋れないと思うんですけど、はい、これもコロンビアなんですけど、はい、彼らは1.5 メートルで密植させてやってたんですよ。で、そのおかげで、はい、さっきの話の5年でカットバックっていうのもその辺なんですけど、どんどんでかくしないので、その狭いエリアで効率よくと考えると、はい、彼らのやり方はそうなんですよね。もう 1.5 メートルっていうのはもうこの辺でもう2本あるってことなんで、はい、密植ですね。だいぶですね。ほうほう、すごい。じゃあこれは割と海外の栽培に比べると割とゆったりしてるような。台湾をこの間見たことがあったんですけど、これぐらいでした。そうなんですね。はあはあはあ。わあ。勉強になるな、これは。もう勉強させてもらいます。コーヒーはあれですよね。今沖縄県でいろんな各地で栽培されてる作物ですよね。徐々にこう皆さんが取り組んで。そうですね。結構人気がありますか、やっぱり。まあ自分が始めたのが5年前なんですけど、はい、ちょっと調べると何年も前からやっぱりマスコミで取り上げられたりとかってこう何かこう人気があるような感じにはおそらく長いことあったと思うんですけど、実際こう本気で農家として収量を上げて生きていくとなるとかなり今のところまだまだ難しくて、ちょっと趣味で6次産業的なことっていうのは話としてはあったんですけど、やっぱ問題はねあれだと思うんですよ。なんて言うんだろう、コーヒーの専門書がまずないし、コーヒー農家がいないということで、コーヒー専用の機械が国内にないんですよ。コーヒー専用の収穫の機械ですね、収穫は手でやってもいいんですけど、その後管肉を剥ぐ機械、パルパーっていうんですけど、要するにこういう機械をこう海外に出向いて取り入れるっていうのがハードル高いんですよね、一農家からすると。でその後の脱穀に関しても、その米の機械を利用してやられてる方いるんですけど、やっぱりきれいに分かれないもんだからこうまだ手間かかるわけですよ、こう分別したりするので。だからそのこんな小さな実をたくさんこう何百キロもってたらもうやってらんないってことになるので、やはりこう収量上げるの機械化が難しかったっていうのがおそらくこう広まらなかった理由かなと思っててですね、まあその辺も徐々に徐々にこう改善できてきてるので、自分はいけると思ってやってるんですけど、ね。あ、そうなんですね。まあでもこれ一つ一つ手作業でやるってすごい大変ですよね。こうそうですね、ある程度機械の力を使わないと、こう生産栽培がこううまく広がらないとか、そうですね、そういったこともありますよね。まあ慣れてくるとそこにまた、なんて言うんだろう。喜びを感じるって大変なんですけど、これ一気に色づくとここからガーって全部取っちゃえばいいんですけど、やっぱりこの中でも例えば色づいたのをポツポツって取っていくわけですよ。そうなると時間かかるんですけど、でもこれさえもその収穫の喜びというか、プロの農家として誇りを持ってこれは大丈夫だって取っていくっていうのかな、完熟した豆を取っていいコーヒーを作るっていうそのモチベーションで考えると、ある意味やりがいというか素敵ですね、これは。まあ多くの人ができないからこそそこにプロ意識もあるし楽しみもあるっていうことですね。なんか海外とかのコーヒー栽培とかだとすごい機械的に収集してるイメージがあって、大きい機械のマシンがこうわーっと通ってザーッとコーヒーチェリー集めていくっていうなんかイメージがあるんですけど、日本はまだ手でやっていく。ほとんどの産地はエチオピアも中南米もほとんど手でなんですけど、ブラジルに限ってはこうガーって揺さぶって取ったりだとか、ハーベスターという機械でガーって取る、あれただ木が結構傷んじゃうんですよ。まあでも彼らはもう広大な土地でいっぱいやってるので、それよりも気にせずやっちゃうんですけど。そうなんですね。やっぱりねこう熟した豆を選んで取るっていうのはイコールこう品質向上にもつながるので、沖縄で普通のコーヒー作ってるとちょっとまずいと思ってるんですね。要するにその日本の人件費でやっていこうとするときにどうしても高値で売らないといけないのに、普通のコーヒーとなるとちょっと消費者の方に申し訳が立たないというか、高値だけどいいもんですよっていうふうにこうやっていかないといけないと思ってるので、やっぱりいいものを作りたいですね。妥協せずにコストもきちんと取るんだけれども、きちんと高い品質を返す。確かにそうですね。このコーヒーの豆からどのくらいの豆から1杯の液体に私たちが飲むときにあれなるんですか？10g で10g で1杯のコーヒーできます。コーヒーカップ1杯の 10g っていうことは何粒ぐらいに、結構縮みますよね、豆にして4050とかかな、50粒とか60粒とかそんな感じだと思いますよ。途方もない量の圧縮が起きてなるほどですね。まあこうざーっと流れを話すると、優秀な木だとですね、1本の木からその熟した豆、これコーヒーチェリーって言うんですよ。コーヒーチェリーが5kg取れると、まあ優秀だと自分は感じるんですね。一つの木から5kg取れればかなり優秀ですけど、まあ平均するとそんなに全部5kg取れるっていうのはないので、もっと減るんですけど、こう取ったチェリーの6分の1がだいたいこのコーヒー屋さんが手にする生豆っていう状態が6分の1なんですね。でそれを焼くとまた水分抜けてまたグラム数は減るんですけど、まあいずれにしてもその 10g の豆でだいたい 180ml のコーヒー1杯出るので、自分計算上は、400g で、まあ良しとします。生豆1本の木から。まあもちろんもうちょっと取れる時もあるんですけど、あんまりこういい方向に考えるとちょっと後でへこむので、1本の木から400取れればまず成功だと考えて、 10g で1杯として40杯。40杯です。40杯だったら優秀な方。この木から40杯ですか。なるほどですね。あ、じゃあ木の枝がだいたい40、50本ぐらい出てるような感じもあるので、これから1杯ぐらいですか。そうです。そういう見方もできますかね。あ、でもまあこれに関してはまだ本当に、結果開始年齢で優秀な木なんですね、これ。それよりもこっちの方が参考になるかな。はいはい。そうですね。これで1杯と考えて、枝で考えてもいいかもしれないですね。これでだいたい1杯ぐらいの量。すごい、結構な量ですよね。すごい。これで私たちが飲んでるコーヒーが1杯って考えると、めちゃくちゃこうありがたみを感じるというか面白いですね。今枝でこの1杯って考えるの初めてですね。面白いですねすごい。うわ、おかわりできないな。いやいや、おかわりしてください楽しまないといけないです。わあ、あそこら辺も今植え付けですか。これは去年の11月に植えたかな。はい、あれはカンナですかね。カンナ？あ、違いました。花が、あ、これ？はい、これね、なんかあちこちから生えるんだよね。はあはあはあ。なんかお店で売ってたりする時もあるけど。はいはい。実がついてて、わあ、いい雑草ですね、これは。そうですね。やっぱ雑草を見て、敵としないっていう考え方好きで、これも資源に変わるんだと思ったら、そう気持ち的に楽というか。ほら、カマキリいっぱい出てきたから嬉しいんです。あちこちにこれ。本当だ。あそこにバッタさんとバランス取った的中がいますね。うわ、いいですね。ここがね、端っていうことで、やっぱこう海外の工場に似てるんですけど、こう斜面に植えてるのと一緒じゃないですか。はい、要するにこう水はけがかなりいいポイントなんですね、この木が。はいはい。やっぱりこう実つきがいいんですよ。本当ですね。もし平坦なとこだと、自分がやってる以上にもっと高尾根でもいいかなと最近では思ってて、だからこれから植えるやつはもうまあ保湿性があんまりないと水かけ大変になるので、もう水もかけないぐらい保湿性があれば超高めでもいいかなと。確かにここはなんか生き生きして、すごい実のつきもいいですね。で、実はこの木もね、知り合いの方が屋上にコーヒーの木が1本鉢にあるのをもらうかって言われて、うん、もらおうっつって見に行ったら鉢が倒れてて、こんななってたんですよ。小さかったんですけど、普通ああいう木っていうのはダメなんですけど、まあせっかくもらったし植えてみるかって植えたらこんななったので、だから分かんないですね。分かんないですね。本来ああいうのはもう本当破棄しなきゃダメなんですよ。でもこんななっちゃって。すごいですね。完成の頻度って今どのくらいでされてるんですか。かけてないです。自然で。養木の時はあんまり雨降らない時はかけますけど、これぐらいになったらもうかけないですね。これより小さい、これはもうあんまり乾くとかけますけど、これぐらいになるともうかけないです。そうなんですね。じゃあもう自然の雨が入るような構造ですし、それで十分という。そうですね。やっぱりこの雨量に関しても、こう自然のから考えると、こう沖縄にコーヒーが適してるとなると、その辺も信じていかないといけないかなっていうのはあるんですけどね。確かに。だからね、ちょっと口の悪い友達には自然農という名の冬菜なんじゃないのとか言われるんですけどいやいや、これが自然農なんだよそうですね。はい。これはバーク堆肥ですか。そうですね。落ち葉がこれ自然に落ちる落ち葉ですか？はい、やっぱり冬場にこう北風でビビ強いのを3日ぐらい吹くともう落っこっちゃうんですよ、はい、本当にほとんど。そうなんですね。だから怖いですね冬は。あ、でそれがまた蓄積してちょっとまた分解されて堆肥に変えるっていう考え方の循環で、基本的にはもう持ち出さずっていう考え方なんですね。そうですね。もう全部地面に返すつもりでやってます。はい。あそこに未生苗ですか、あれは？そうですね、未生ですね。はあはあ。世界でもですね、はい、継いでるとこって少ないですよ。あ、接ぎ木は基本はもうじゃあやらずに。未生でほら3年でその、はい、結果開始年齢となると、もうバンバンこう広いところで、はい、本当見渡す限りこう苗木作っちゃうんですよね、この大きな海外の、はい、コーヒー農園の方たちを。はい、ほとんどあでもね、やっぱりちゃんとしてるところははい、ロブスター、はい、ロブスター強いんですよ。はい、でロブスターの台木に粗挽きをくっつけるっていうことをする方もいますね。はい、あ、そうなんですね。でもね、とっても自分たちこうマッチ棒って言い方するんですけど、はい、マッチ棒、はい、これほら見えますか？はい、これコーヒーの種が上がってきて、はいはい、これが割れるとマッチみたいですね。そうですね。で、はい、これが双葉出て、最初の双葉丸いんですね。はい、その後からもうそうやって先ちょっとんがってくるんですけど、はい、でその状態、あれぐらいの状態で、はい、すぐついだりしたりするの見たことあります。あ、この状態でですか？あの状態のロブスターとあの状態の、はい、アラビカをついだりするんですね。なるほどですね。じゃあ比較的強い台木としてロブスターを栽培していて、その収穫用の方、穂木の方ではアラビカを継ぐっていう。いいかもしれないですね。そうですね。はい。まあ将来的には沖縄もこうどんどんレベルアップしてそういうことできたらいいなと思ってるんですけど。確かに、はい。まだまだ情報がね足りなくて、まだまだ勉強しないといけないですね。はいはい。この苗は端から1年経ってないぐらいですか？そうですね。これ実はね、もう廃棄しようかと思ってて、はい、なんかかわいそうでなかなか。あ、そうなんですね。何倍もっといいやつはもうどんどん植えたり出したりしたので、はい、残ったやつなんですけど、コーヒーのそのはいいですよね。この辺こういうやつだとなんていうんだろう、バランスがいいというか、はい、下から全部残ってるというか。本当ですね。達夫さん、このハッシュに関しては、この黒ポットの細長いやつが選ばれますか、やっぱり？はい、ですね、最近こうプロの栽培指導員の方が沖縄に来てくれて、はい、だんだんと情報が入ってきたんですけど、はい、以前はこうウティミ、はい、落ちて、はい、あれ拾ってやったりしてたんですけど、やっぱあれじゃダメだよということで、あれでもできるんですよ。やっぱりさっきみたいにほら、こんななってたのができるぐらい、はい、絶対ダメだとは言わないんですけども、はい、やっぱり専門家の意見としては、その100年先まで元気な木っていう想定で考えると、やっぱり基本はロングポットで主根をまっすぐ伸ばしてっていう育苗をしっかりしないと、そのしっかりとした収穫できないよということを言ってるので、はい、そうなんですね。ちょっとカメラに映してもいいですか？はい、こういうふうにロングポットでやると根っこがきちんとまっすぐ通るっていうことですよね。この浅いとやっぱりこう回っちゃったりする、曲がってこう L になったり、はい、ぶつかって、ははは。なるほどですね。こういうふうにやるとこう栽培が長期で、そうですね、長期を見据えた確かにですね。こう、まあ、ついついこうなんか短いやつでやっちまいそうですけど、そうですね、きちんとこう長いやつを選んでねっていうことですね。そうですね。は勉強になります、ここら辺も。自分たちもね、やっぱりこうやって海外からこう情報を入れてくれる方がにも本当感謝ですよ。いろんなことを試行錯誤しながらやってきてたんですけど、はい、やっとこれから本当にこう海外の産地のレベルに追いつくような、まあ収量はまだまだね追いつかないんですけど、もっともっと質を上げていきたいですね。はい、ちなみにこれ、はい、この間ケンユさんにもらったレンブーですか？レンブー、はいはい、楽しみなんですよ。友達がレンブー好きがいてね、大きくなってますね。もうおかげさまで。あ、すごいわ。ありがとうございます。楽しみですよ。今仕掛けてる畑、はい、あっちいろんな果樹があったら楽しいだろうなと思って、喉乾いたりその辺からみかん取って食べたりとか、なんかそういうのできたらいいなと思って。はい、これウリズンですか？そうなんですよ。四角豆。はいはい。ですか。ああすごい。今時期ですもんね。そうですね。うわこれ美味しい豆ができますね。うん。うわすごいたくさんあっていいですねここも。なんか南国って感じがしますね。入り口が。ダチョウさんこの草って何ですか？これね、はい、レモングラス。はい。ただ切って洗ってお湯かけるだけですごい、はい、いいお茶液体になるんですね。はいはい。乾かさないでフレッシュのままでも美味しいですし、乾かしてからでもいいんですけど、はい、まあコーヒーの木のそばに植えることによってこういい影響が出たらいいなと思ってちょっと。試験的にコンパニオンプランツでやってみてます。コンパニオンプランツで、なるほどですね。うわ面白いな。あそこもすごく生い茂ってますよね。そうですね。すごい。そのままレモングラスだけでも美味しいんですけど、はい。試しにコーヒーの木の隣に植えてみてます。コーヒーチェリーの味とか香りとかそういった。そうですね。本来ですとこう。しっかりこうエリア分けして、はい、そこから収穫されたまま豆だけを焙煎してもらって、はい、そのなんていうのかなこう品質にどう影響出たかっていう実験もやらないとちょっと検証できないんですね。まだちょっとあれですね。まだまだ研究者として失格ですよ。あいえいえ。まあでも面白いですね。横に近い割と近いところにこう他の作物を植えることによって。この生育に影響が出るっていうことですよね。で、何かしら根っこか何かこう近部では多分こう接触しているところもあるので、はい、でこう香りが移ったり、っていうことをまああるんじゃないかということですね。はい、ちょっと可能性として、仮定してやってますけど、ね。面白いですね。あ、そこ初めて見ましたね。先週ね、はい、ちょっとしたインシデントがあって、はい、ちょうどいいというかYouTube ネタに。はい。広い時前にこう木が倒れてちょっとギョッとしたんですよね。はい。なんかかねと思ったら。はい。多分ね、ボクトウガの幼虫だと思うんですけど。ボクトウガの幼虫ですか。確か。はい。そうだと思います。ほうほうほう。ボクトウガって木が倒れるって書くがですか。漢字がちょっと木は僕木なんですけど。はい。トウがちょっと難しい感じ。ああ、ほうほうほう。5年間で3本目なので、はい、そんなに大被害被ってるわけじゃないんですけど怖いですね。はい、ここのぐるりと環状型のその食入根みたいなのが虫が入っているような感じに見えますね。すごいちょっとびっくりしたんですけど、まあ、はい、そういうことがありました。はあはあ、わありがとうございます。貴重な害虫のことも珍しいですからね、なかなか現場の人しかわからないという部分で、はい、実はケイユンさんの動画見て、はい、気持ち的に助けられてる部分が自然農やった場合に、はい、その 100% 収穫とかっていう考えではなくて、うん、その例えば害虫もあったり、うん、そういろんな被害があって収量落ちるけどもそれを含めた考えるとちょっと気が楽というか。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。養花費の話されてたじゃないですか。はい、養花費ですね。で、これ実はですね。はい。剪定する時期がちょっと遅れたっていうのがあるんですけど。はい。まあ養花費のバランスでいうと葉っぱが少ない方なんですね。はい。まあこの辺に木に限ってなんですけど。はい。で、今の時期で。はい、もうだいぶ大きくて白っぽいやつって早すぎるんですよ成長が。例えばこれとか、はいはい、でこういうのはもうほぼほぼ中がですね、はい、まあ空洞、まあこれまだいいんですけど、はい、これなんかそうかな、うんうん、黒っぽくてはい、実が入ってないのはほら、あ本当だ、うん、何かこう黒くなってますね。そうなんですね。だからまあ自分はゆっくり成長させたいんですよ。はい、暑い時やっぱ早い成長早いので、肥大化する時期ではあるんですけど、はい、あまり早いとこう密度がカプカというか、ゆっくり成長させて寒くなった頃にこう色づいてくる方が、はい、いいと思ってるので、あんまり大きすぎるのはちょっと今みたいに摘果して確認しながらやったりするんですけど。そうなんですね。金融さんが来たら聞こうと思ってたんですけど、はい、この1本だけ、はい、貝殻虫がつくんですよ。他のはつかないんですけど、はい、やっぱりほら弱い木だからついてるとは思うんですけど、はい、まあ同じような土で同じような条件にいるのに、やっぱりこの1本だけつくとなると、はい、やっぱり知りたいけどいろんなこう複合的なことを考えてくると分からなくなってくるんですけど、はい、やっぱりこう個体として弱いっていう考えでされます？そうですね、おそらく未生繁殖なので何かしらこう欠陥があるような木じゃないかなとは思います。接ぎ木の場合はなんか肥料をここに運んでそこら辺に置いといたとか、まあ、窒素が多いとかっていうのはあるんですけど、この1本だけってなるとおそらく、はい、個体の話なのかなと思います。確かに貝殻虫が見当たりますね。そうですね。こういう風に、はいはい。本当だ。これ一本だけな感じもしますね。他の木はすごく健康的で。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、達夫さんのですね、コーヒー農園、ご案内させていただいて、まあいろいろね、栽培の知識とか、栽培のやり方とかですね、いろいろ聞かせてもらいました。ありがとうございます。はい。また、松田達夫さんのですね、ちょっと取り組みとかも、いろいろ聞いていきたいなと思います。栽培とは別でですね、どういったことをやってるのか、というのをですねこうシェアしていただきたいなと思います。はい、5年前に始めて、はい、やっと収穫できるようになって、はい、やっぱりこう作物ができたっていうことはこう、はい、出口が必要なんで、はい、そのまあ、コーヒーっていうのが今コンビニに行けば100円で飲める、飲み物ではあるんですけど、そういう感じでは出せないんですね。やっぱりこう収入を得ていって産業にしていくっていうのが目標なので、でそのためにはやっぱりいいものを作って、そのいいものは適正価格で、販売していくっていうのはやっぱりやっていきたいんです。そのためにはやっぱり消費者の方にも理解していただく、そのためにやっぱり高品質なものを作って、ストーリーもセットでその環境に優しく、はい、そのまあ、大きく言えばその搾取されるようなこうコーヒー業界を変えたい、そのコーヒーは安い飲み物ではないんだよっていうことをこうお伝えしたいですね。こう世界のみんながこう平和になれるようなこう取り組みとしてコーヒーを自然栽培しているということですね。はい、確かにその今コーヒーって結構価格安いですよね。そうですね。安さの裏側にはこう誰かが苦しんでいるっていう側面もやっぱりあるので、こういったことをまあ根本的なところから変えていきたいっていうのが達夫さんの思いの一つなんですよね。すごい僕もそういったお話を聞かせてもらってめちゃくちゃこう心を打たれましたね。素敵だ、はい、思います。はい、で今、販売の方は、まだされてどこか決まってはいるんですか？コーヒー屋さんに出したんですけども、やっぱりまだ少量なので、はい、あちこちで飲めるっていうほどはないんですけども、はい、これからもうちょっとこう取り組みとして近くのうるま市でされてるコーヒー屋さんがすごく応援してくれててですね、いろんな方面で出せるようにはなっていくと思います。今のところはそのコーヒー卸先のコーヒー店とされてるってことですね。はい、うわ楽しみですね。こう適正な価格で、はい、ぜひね皆さんにこう楽しんでいただきたいなと思います。松田達夫さんのですねインスタグラムアカウントうりずん PJ、ぜひですねフォローして追いかけてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。小農家が増えていくっていうのは自分の、はい、その目標というか、はい、なんていうのか効率ばかりを求めるのではなくて、そのできる範囲で楽しみながらこう農業をする方が増える、はい、だからなんていうんだろう、全部農業っていうわけじゃないけども、はい、の好きな作物を作ってて別にもちょっと仕事してたりっていうこう緩さを楽しみを感じながらこう農業する人が増えたらいいなと思ってて、そんな感じでこう、そうですね、仲間と楽しいことしたいですね。はいはい、ウリズムプロジェクトとかっていうのも、はい、そうですね、コーヒーをですね、はい、沖縄の文化にしたいっていうことで、はい、なんていうんだろう、庭先にコーヒーの木があったりだとか、はいはい、自分で焙煎する人がいたりだとか、うん、あと観光客の人が来たら沖縄産のコーヒーをどこ行っても飲めるとかっていうことが将来こう、はい、できるような、そういうふうな取り組みは少しずつですけどやってます。はい、仲間と一緒にということですね。よろしくお願いします。はい。で、実はそのここの圃場だけではなくて、他の圃場でもそういったコーヒー栽培を広げるためにこう仲間と一緒にされてるんですよね。はい。それがいわゆるウリズムプロジェクトということになりますか。はい、そうですね。はい。そちらの方も楽しみですね。こう名護の方にも圃場があったり、他のところにもあったりということなので、またぜひうちらのチャンネルの方でも、まあ、PR を兼ねて栽培の方法とかですね、こうコーヒー栽培されている人も非常に参考になると思いますので、ぜひお力添えをいただけたらと思います。はい、自分もまだまだ勉強中なので、はい、キムさんにもいろいろ教えてもらいながらいけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、すごくね、今日はコーヒー栽培めちゃくちゃ楽しかったですし、参考になりましたし、もちろんこの動画を見てくださってる人でもこれからコーヒーやってみようかなとか、すごくね力になったと思います。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、また他の動画もご覧ください。バイバイ。ちょっと見てもいいですか。もう彼らも自然のこの理念に喜んでやってるので、本当に水もかけない、肥料も入れないでやってますよ。あ、これ経営さんでもらったから。あ、そうなんですね。ああ、ありがとうございます。あれ、これからしなかな。あれ、からしなですよね。この時期に夏にからしなって珍しい感じがありますね。もう生えないと思ってたんですけど、はい、ちょっと草刈ってこうちっこいの見つけたら大きくなっちゃって、はい、やっぱりちょっと手間かけると出ますね。うん、遅いですよ。だってもう出ないと思ってたもん。そうなんですね。種が生きてたんですね。はあはあ。お、はい。自分たちのなんていうの、バジル、残花を全部ここに。だから自分たちに残飯出ないんですか。あ、じゃあここに全部生ものは入れて堆肥にするっていう。堆肥にして。わあ、いいですね。生ゴミが出ないのはいいですね。うん、はあはあ。うわあ、素敵だ。うわあ、これはいい場所ですね。堆肥を作って。そうですね。涼しくなるとまた何をやろうかなってこう楽しみです。ここももうなんか植えれるんですけどまだ植えてないです。はあ。確かに沖縄の野菜ってこう10月ぐらいからスタートっていう僕もイメージがあって、やっぱり台風が来るとか暑すぎるとか、暑すぎてね、はいオクラとかは全然バリバリ育ちますけど、やっぱ葉野菜とかですね難しいですよね。うん、はい、これは落花生です。落花生です。そうです。これは自分の友達がやってるんですけど、はいはい、わ落花生。はい、ありがとうございます。見るですね。豆の品質を見るときは、その美味しく飲むとかそういう話ではなくて、その同じ焼きと同じ抽出、なんかこう豆にそのままお湯を当てるんですよ。あ、本当だ。なんか違いが。そうですね。あ、でも初心者にはあんまりわかんないな。こんな作った作物が。誰かをこうホッとさせるっていうのはある意味そのためにやってるというか、はい、そうですね。なんていうんだろう、成分が溶け出しやすくなるんですね。はい、そのままずっと続けるよりも、はい、こうこれでなんか膨らみが出てきましたね。そうですね。深入りだともっと膨らみますよ。見てて面白いと思いますけど、やっぱり美味しい。酸味があるの嫌いっておっしゃる方多いんですけど、はい、このコーヒー飲むと、はい、多分変わる方多いんですよ。この、はい、グッとくる酸っぱさとかではなく、この味を良くするために少しこう入ってるような感じですね。こっちの方がちょっと酸っぱさがありますね。そうですね。どっちかというと、おっしゃる通りで、はい、浅く焼けば焼くほどその産出が高く出るんですね。はいはい。同じ豆でも、はい、こうずっと深く焼いていくと、同じ豆だったとしても、はい、こう酸味はと甘みが減ってくる分、このコクと苦味が増していくっていうそのメラード反応を利用した、はい、その豆の焼き方なんで、そういう風になるんですよ。本当に。はあはあ。なるほどですね。火にかける時間、いる時間が短いと酸味がより強く、はい、増やすとコクが、苦味もコクも出るっていう、同じ豆でも全然違うってことですね。